ゴクスタ船の模型、ゴクスタ船は、ノルウェーのベストフォール県サンデフィオルドのサンダーに位置する、ゴクスタ農地の古墳で発見された旧世紀後期のバイキング船である。船相場と見られ、1880年に、ノルウェーの考古学者、ニコライ・ニコライ船により、当時まだ、サンデフィオルドに合併されていなかったサンダーで、発掘された。オスロシビグド地区にあるバイキング船博物館に、 展示されている。オスロ、バイキング船博物館に収蔵されている、ゴクスタ船前傾。ゴクスタ船は鎧張り製で、その大部分は、オーク材で組み立てられている。また、船体は、全長24メートル、幅5メートルあり、これは、オスロにあるバイキング船博物館に所蔵されている、ものとしては、最大の船である。船は32人の小ぎ手を乗せられるよう、 設計されており、船が搬送中はオールを通す穴を閉じられるようになっていた。その上、船はおよそ110平方メートルの横斑を利用しており、これは12ノットを超える速度で船を前進させることができたと推定されている。他に、船が浅瀬を航行している間は火事が上がるようになってもいた。年輪年大学では、 船の建造に使用された木材が伐採されたのが890年頃であると示されている。さらに船のデザインはかなり航行可能なものであったことが論証されている。1893年に船のレプリカはアメリカ合衆国で行われたシカゴ・バンコク博覧会に出展するため大西洋を渡った。もう一方のレプリカであるガイアという名の船は 現在、故郷の港である、サンデフィヨルドにある、ゴクスタ船を発掘していた間、50歳から70歳と思われる男性の人骨も発掘された。発見されたのは、木材で建てられた母室内のベッドの中であった。この埋葬された人物の身元は不明であるにも、かかわらず、遺骨は、ベストフォルの称号、オーラフのものではないかと提唱されてきている。 ヘームスクリングらによれば、ユングリングや出身のオーラフは、この時期に制御したことが書かれている。ゴクスタ船の発掘。1880年頃撮影。墓室内は、いろいろな遺品で備え付けられていた。船そのものを別にしても、墓は三つの、小さなボート、テント、大土や、常用の用具で成り立っていた。しかし、古墳は、 太古の昔に略奪にあったのではないかと信じられている。1880年の発掘では金や銀などの貴重品が取り除かれているのが発見されている。また、バイキングの時代に剣は男性の遺品として重要な役割を担っていたものと考えられた。ところが、この極スタ戦の場合そうした武器は見つかっておらず、おそらくは墓嵐によって持ち去られたのではないかと。 されている。現在オスロにあるバイキング船博物館には、この国クスタ船、修復された墓室、そしてその墓室で発見された二つの小型ボートとテントが展示されている。その他、墓の中で略奪を免れた他の工芸品の数々も展示されている。以下は翻訳元の英語版からの出展項目である。ありがとうございます。